ビューラーを知って、でも全然わかんない。分かってる、わかんない。スキビジュですか。こんばんは。髪の毛いいですか。もしまだ染めてないよ。今日も可愛いだって、ありがとう。リップの色可愛い。今日はね、遅くなっちゃったんだけど、あの生誕のね、みんなからのメッセージのやつを、そう、見せたいと思って、あの配信したそれだけなんですけど、めっちゃそれだけ。覚えてるのが一番かい。本当？おろし好き。適当オブ適当なんだ。こんばんは。DNA 買った。え、なんかテレビでやってた。目はお餅お餅です。え、みーちゃん大丈夫？なんかさ、めっちゃ流行ってるみたいな、今日もなんか LINE ニュースで流れてきた。お大事に、マジで。最近さ、あ、イカそうめん、マジで高い？嬉しい。お餅。エスカーさんの前髪、え、めっちゃさ、レアじゃない、だよね。あのさ、今日さ X でさ上げてくださってたやつをあのリツイートしたんだけど、めっちゃ前髪も薄くて、あんな前髪あんまないから新鮮かも。お餅お気に入り。こんばんは、タカハタ、ありがとう。珍しい雰囲気。本当？もちろん高すぎる対面と。嬉しい、会えるんだ、やった。良すぎね、コメントもさせてくれてたりして嬉しい。どうして、久々、やった。てかにありさしかた、嬉しい、ありがとう。生誕、あ、やったやった、届く、嬉しい。今日好きで、嘘、みんな薄い方が好き顔ね。本当にお大事に、マジで。ね、きつそう、あれ咳とかやばいんだよね。大事にすぎる、本当に。おしおちゃん、クマありがとう。これなんだ、なんかかわいい服着て、みかっこ久々じゃない、ありがとう。こんばんは、写真嬉しい。お出かけとかいっぱい連れて行って。みゆちゃん、リサシクタン、ありがとう。スキビジュ、本当？マニーちゃん、今日も可愛いだって、ありがとう。よし、本当？今日はあの照明さんもね、いらっしゃいますからはい、仕事終わってお疲れー。まなみもありがとう。イライ、ありがとうね、突然始めてさ。みゆちゃん、今日も配信くれたって、ありがとう。大人っぽい？前髪そう長いの。ヒロインズカラオケで歌ったけど難しかった。え、意外と難しいよね。リサもさ、自分のパート以外は意外とむずいもん。一回なんかシャッフルでやって難しかった。院内はね、こないだのお話し会の時にね、やった。今日のビジュもかなり好き。
ももちゃん、もちろん高い？嬉しい。夏マトペむずいよね。夏マトペやばい、あれ合いの手とか入れてる場合じゃないですね。ほんとに早く会おうね。次のシングルゆっくり話し、あ、ほんとに話そう。うん、 X とかインスタとどれくらい、めっちゃ優柔不断で遅い。リサ、何これ、サッカーボール、おめでさの不元気すごい。なんでサッカーボールあるの、サッカー。今年の夏、夏、そうだよ、やばい。あれは一番モチベ高い、嬉しい。モチベ高いの、みんな。フォークス買った、イエーイ、強い、本当に強い。日本一になってほしいよね。感謝祭もうちょっとだよ。今日いながら、いいな、かわいい、絶対。こんばんは、こんばんは。この間久々に、ねえ、ほんとに久々に。ちなっちゃん今日は、ね、うん、こんばんは。ありがとう、あのモンブランも。いっぱいお出かけ連れて行って、みきゃんよろしく。ひめありがとう、また話そう、絶対に、絶対。携帯ね、リサ、そう、携帯変えろって感じだよね。リサ12プロとか使ってんですよ、古いんですよね。で、17が好きで、数字がなんかわかんないんだけど、なんか7のつく数字がすごい好きなんだけど、で今16だから、ちょっと17まで待ちたいっていう17まで待ちたいんですけど、うん、なんかちょっと、あ、そう、カメラは3つあるんですけど、で、まあまあまあ、ちょっと耐えれなかったら買えるかもしれない。結構今容量がやばくて、そう、よく言われるの、なのにめっちゃ画質いいねって。そうそう、この間アンナにも言われて、そう、多分プロだからなのかな、画質はあんまり悪くはないんだけど、そう、ピンクがいいんだけど、ただそう、問題なのが17が、あのピンクあるかなっていう問題で、もしなかったらちょっとどうしようかなって思う。うん、そう、でも意外とさ、16出たの早かったよね。なんか15から16早かった気がする。なんかバッテリーはも、あー、でも減りは早いかもしれない。そう、ピンク定番にお願いしたい。うん、そう、あとは最近撮ってないけど、カメラもあるんだけど、カメラで撮ったら画質がめっちゃいい。うん、エリカちゃん、ハートありがとう。15なのにバッテリー味、うん、なんだろうね。でもさ、プロでさ、なんかめっちゃ画質いいとか言うよね。濃いめのピンクもある、あ、ね、ちょっと紫っぽい。そう、カメラね、いいですね。あ、そうそう、一回あの誕生日の時に、そう、カメラで撮って、バッテリーの減りが早い。これはカメラ持ってる子多いかもしれない。多いね、なんかちょっとブーム来てる。うん、そう、カンタありがとう、見てくれて嬉しい。アイス飲み飲み、ラージとかあるの、食べな。イカソメハタありがとう。今日めずらいよね、私なんかこれ多分黒かと思ったら、なんかグレーみたいな色だったなんか間違えたかもしれないけど、まあいいかなみたいな。
あれだよ、なんだっけ、シーンで買いました。おもろい、おもろすぎね。ちょっとグレーちょっと珍しい黒とかをいつも選ぶんだけどね、ちょっとグレーでしたね。なんかちょっとでもこれ可愛いんだよ、全然見えてないけど見て、可愛くない？なんかちょ、女の子乗ってるんですけど可愛くない？なんかちょっとマジ嘘、色違うってる、マジ。めっちゃ安いよね。そう、ちょ、今はめっちゃちょうどいい、こんぐらいの薄い。そう、見せ方がね、なんかどうしていいんやろ、どうしたらいいんやろみたいな感じなんです。かわいい。あ、生徒靴やった、嬉しい嬉しい。レッスン着か、まあ、パジャマとか、こう、そう、見せ方がこれぐらいしか。かわいいよね。でも薄いからなんかほんと今って感じ。もうちょっと寒くなると寒い系、安いよ。テルンハートありがとう、アキラヤホー。うん、こういうのいつもよりさ大きめを選ぶ、結構。うん、シーンめっちゃ買う、ね、シーン意外といい。靴とかも最近よかった、ロンティーニ。生誕グッズ楽しみね、本当に早くみんなゲットしてほしい。もうちょっとなんだね。グレールは最近買ってないよ。うん、でもよく買いますよ。ゾゾの、あら、ゾゾタウンさんですか。あ、リサもあるよ。とりあえずなんかカートに入れるみたいな。明日トークをね、本当に早く。そしたら絶対オフショットもあげるから待ってて。うん。なあちゃん、ありがとう。リサしか勝たなくて嬉しい。よいケイティハート、ありがとう。待っててマジで。でも本当にマジでこの間も言ったけど、シトロンのなんか美人がマジ変わってなくて、なんかおもろいっていうのがあるから、ちょっと待ってて。疲れた、お疲れ、えらい、マジ頑張って、本当に褒めたたえよ。ご褒美を絶対あげた方がいいから、みんな。シトロン以上待ってて、マジ。今日も可愛いよ、だって優しいね、みんな。みんな。リサしかってなる、大好き。スペア、え、よろしく。これからの季節さ、なんか、イルミネーションとかがあったら、ちょっとぜひお出かけ、連れて行って。チルタッカイ歌えた。え、待って、懐かしい。待って、懐かしい。タッカルビさ、めっちゃ好きだった。てか、なんかブームあったよね。それこそさ、なんだっけ、サムギョプサルとかも、まあ、ブームじゃないか、もうずっとブームか。めっちゃあったよ。うん。仕事からの筋トレで、えらい。うん。いいよ。おでんはヘルシーだから。やっほー。イルミネーションなくしたい。ねえ、連れて行って。嬉しい。ユニバにもよろしく。カナタ、ありがとう。チキンのやつ流行ってたよね。ガチ、タッカルビとかも多かったもん。タッカルビばっかり、一時食べてさ、もう私はタッカルビになるんじゃないかってぐらいに、食べてましたからね。
あとなんだっけな、トッポギとかもね。そう、まあ、新大久保とかもずっと行ってない。タッカルビならめっちゃタッカルビ好きで、好きだった。お餅だよ、アイクローゼットのお餅。そう、サムギョプサルとか突然食べたくなる。え、チーズボールわかる、大好き。チーズハットクまだあり。あと何やっけ、あのさ丸のやつ、ハットクみたいな、あれもさ人気、メンバーも人気、みんな好き。うん、そう、ほっとくか、それなんか中に、そうなんかいっぱいあるよね、さつまいもとか、さつまいもチーズとか、あ、はちみつとか入ってたりしてて、そうね。え、待って、ずっと食べてない、元気って感じやばい。え、リサ韓国料理、え、待って、え、ずっと食べてないや急に急に待って、ゆっくりです。いや本当にそれな、まだリサ翔子とご飯行ってないの。翔子がね、誕生日の付近、リサ忙しかったから、みんな忙しかったから、ヒューストンとか行ってたりして、だから行きたいとこ、それこそホテルとかのご飯とか行きたいとこ行こうって言ってくれてて、まだね行けてないんです。だから行きたい。うん、やばい、もうずっと食べてないな韓国料理。うん、そう、早くね行きたい。焼肉もいいよね。いや本当に新しい服なんて着ていっちゃもうダメですよね。でも行きたいとこなんかいろいろあって、なんかいろんな料理が食べれたい、食べれたらいいなって思う。なんかイタリアンとかもいいし、こうお肉とかもいいしみたいな、そう、そうそう、ビュッフェみたいな、そういいよね。うん、楽しい、楽しいしね。あ、お寿司もいいよね。お寿司好きだよ、リサ。うん、そう、でもそういうとこってさ韓国料理ないやん。だからさ韓国料理食べたいってなったらもうそれだけってなるよね。あんまなくない？それバイキングとかにはさ、え、中華もいいね。うん、うん、いいよね。九州のお刺身醤油好き？ね、醤油結構甘めだし、甘めなんですよね。やっぱ新大久保バイキングマジでないよね。そう、あったらいいのにと思うけど、ない。リサ重いのモテますよ、リサ力持ち。いぶきはたありがとう。うん、あ、ホテルの朝ごはんいいよね。リサさ、なんか朝さいつも寝るが優先だから、朝あんまその胃が起きてないんですけど、朝は。だけどなんかホテルに泊まったりとかして、その朝
大体、まあ、メンバーと泊まって朝ご飯とか行くっていうのはあるんだけど、で私さいつも翔子とペアが多いから、で翔子は朝食べるじゃん、だからさ朝ご飯行くっていつも言われて、だからまあせっかくだからなと思ってさ、じゃあ行こうって言って、そういう時はマジ気合で食べる、ガチ気合、気合で胃を起こす気合で胃を起こすけど普段はマジ胃が大きい。でも私本当に卵料理が好きで、卵大好き、オムレツとか、そうマジで気合ですよ。だってリサ本当に朝無理なの、パンこんぐらいも食べれないの朝本当に。あの昔はやばかった、昔なんか学校行く時なんか出なきゃと思って、学校出なきゃ出なきゃって思って、焦れば焦るほど本当にもういいなんてそんなもんで起きないので、あの本当に無理だったんですけど、もう気合であの食べるっていう、うん、夜勤中にこっそり、あ、もういいじゃん、ありがとう。そう朝無理マジ、あの朝本当にね起きてないんです胃が。でもそうお腹すくよ結局はね。そうそう変にね急に食べると胃がびっくりしちゃうじゃないですか、うん。朝飲むゼリー飲む？朝は何も無理よ、ね、寝る。今日も可愛いだって安いゆりちゃんありがとう。最近朝ごはんはなんか寝てますねゆっくりし、ね、寝るよ。あ、なんかありますってなって朝なんか、あーでもヨーグルトがあればヨーグルト、でもヨーグルト最近ないのストックが家に。そう、え、ギリまで寝る派ですよ、うん。そう、あ、バナナ最近食べてないかも。納豆好きだよリサ、そうリサ納豆好き、こう見えてなんか嫌いそうとよく言われるんだけど好きです。納豆、納豆に酢をやっぱ入れるのが好きで、あ、酢ないんだもう酢なくなっちゃったんだ、そういえば忘れてた今。酢が、酢の納豆が好きね、納豆美味しい、キムチを入れて食べるのが好き。そう、すな、いいですよ。そう、すはいいんだって体に。納豆混ぜるの面倒とか言いそう。なんかそういう時もあった。納豆面倒みたいな、あの混ぜるのが面倒って思ったことあったけど、なんかあんま、まあ混ぜた方がいいんだけど、そんなもうめっちゃ混ぜなくてもいいから。ジョイちゃんの新曲聞いたよ、もう私0時過ぎて聞きました。すぐ納豆に、ええ本当さきちゃん体にもいいからね。なんか酢納豆とかを先に食べてから他のあの料理を食べたらいいんだってさ。100回、ね、めっちゃね混ぜてね。昨日まで韓国旅行行ってたの？最高。まだね、リサちゃんと韓国行ったことないんだよ。行きたい。ピーチではピーチ。ね、かわいい。そうそう。血糖値が爆上がりしないで済むからいいらしい。いいらしいよ。頭が目覚めないとき混ぜてるの？こう？そう、MV の時はね、ずっとスタジオだったんです。見た見た。え、結果一緒だったよね、うどんとそば。
MV です。あ、そうそう、納豆酢、え、美味しいよ酢納豆。リサの一面を楽しみ、え、嬉しい、本当？韓国のパン屋さんね、なんかさ、韓国のパン屋さんなんか映えてますよね。いいな、行きたい。うどん食べるのに勇気出た。でさ、うどんしか無理だからさ、もううどん食べます。納豆が、納豆がじゃないあ、納豆入れるのも美味しいんですけど、そばが無理なので、はい。映えてますか。リボンのパン食べたい。リボンパン好き。うどんに納豆、うどんに納豆、なんか待って、うどんか、うどんに、え、そう、え、夏になんかうどんと納豆とオクラ、あ、そう、とろろとか入れて、なんか梅干しとかも入れちゃって食べた時ありましたよ。あと卵入れたりしちゃうよみたいな。そうそう、あ、そうめんも美味しいよね。虹ありがとうと思います。辛いの好き、え、いいよね。なんでも、え、カレーに何、納豆、え、なんかさ、ココイチさんとかのあるじゃないですか。え、勇気がない。韓国のシューパン、え、食べたい。うーん、メイメイちゃん今日見に来いとって、ありがとう。あるもんね、そのなんか追加できるみたいな。いや、マジ、え、絶対カレーと納豆は単体で食べた方がいいと思っちゃうんだよね。うん、どう、勇気がないんですよ。納豆ラーメン、まあ、合わなくはなそう。でも物によりそう、味の。納豆ご飯美味しいよね。今お仕事あった、お疲れ。どう、納豆巻き好きだよ。意外と合うの、納豆ラーメン。え、やっぱり人によるんか、個人差あります。ともかちゃん今日、大丈夫？元気？元気出して。あ、みゆみゆ友達ちゃん、ありがとう。いや、試すの、え、勇気なんだけど。味の想像がつかない。わかる、わかる。ビヨット、なんか X かなんかで見た、インスタかな。これ大丈夫、よかった、元気出して。どっちの味が強いんだろう。え、カレーと納豆、納豆もある気がするんだけど、でも味的にカレーも強いもんね。やっぱカレーかな。え、てかどうなってんのあれ。そのカレーにその納豆を選びましたってなったら、その中に入れてもらうってこと？自分で入れるタイプ？あ、自分でやるタイプ？ティングハートありがとう。トシさんハートありがとう。ショコラの方？自分でか。
まあ、自分でだったら調節はまあできるのか、ちょっと一旦あのやってみて、うん、アイスカレートークやばいね。何でも合うのかなカレーって、そもそもカレー、納豆よりカレーの、あやっぱそうか。でさ、カレーはね意外と辛いのも好き、中辛とか。辛口はちょっと急にあーってなるかもしれないから、そう中辛とかかな。あーカツカレーいいね、なんかちょっとあーって感じでやばいやばい、言葉がちょっとやばせカレーに何をトッピングする？私お外でカレーを食べたことあんまなくて、なんか家で食べる感じがして、カレーってカレーとかシチューとか。だからあのココイチさんとかに行った、あのコラボを昔させていただいた時はあの行ったんだけど、そう外でカレーも食べなくて、とかなんかあんまり。家で食べるときは卵を入れちゃうの好きだから、うん、そう。卵逆にね、生卵、そうリサは生卵を入れるんだけど、でも卵ってマジ何でも合うね、ゆで卵でも合うしさ、そういうスクランブルエッグにしても、あチーズね。あてか私やばい、待って、私翔子のさ疲労回復食べたいな急に急に食べたい。リサね、あのあれ作れないんですけど、あの自分じゃ絶対に、だけど作ってほしい、お願い、それ食べるリサ。マジでね、あのあ、え新しいやか、あなーにゃん大丈夫、初見さんマジか、ログイン。そうだってあれ好きなものがいっぱい入ってるの、卵も入ってるしチーズも入ってるし、食べたい、作ってでも最近例えば翔くん食べてないなってなったね。チーズ好き、しかも豆、お豆を入れるじゃないですか、リサ絶対自分だったら豆入れないしあれだから、で豆をあのグリーンピースがちょっと苦手なので、作ってもらうときはグリーンピースはちょっと抜きでみたいな、作ってほしいね。キムチありがとう、ケーキ、そうお豆さんはなかなか入れないのでね。実はカレー作っ、カレーとかさ自分で作んないからさてか何も作んないやんね何も作んないやんねビーフシチュー昔作ったよね、あれ以来作ってないけど、何も作ってないよね、やばいな普通に考えて。大丈夫、生自身友達にもらった、えーよかった、料理動画また出てほしい、ガチやばいよ私。カレー簡単違うの聞いてほしい、
私が嫌だなって思うのは、いやカレー食べたいよ、食べたいんだけれども、まあ、作るのもいいの、そう、食べた後なの、問題は食べた後のあの片付けがりさ絶対に嫌なのね。だからだったらもうちょっと食べれない、ほんと最悪ほんと最悪だよそうそう、そのめっちゃ嫌なのありさ絶対に取れないでしょ。なんかそこまで見えてて本当に食べたいですかって問いかけてしたら、いやそこそこまでしてはいいよねってなって、それで自分ではやんないっていう事案が起きます。だから福岡とかに帰ってその作ってもらったりはするんだけど、うん、そう無理できません、あれ取れにくいというか、うん、あそうなんだ、よろしくね、最初も、無理、本当にね、だから油物も苦手で、なんか落ちなくない、一生落ちないの。どんだけやっても落ちない、うん、テストした、頑張れ、終わったら絶対にご褒美あげよう、絶対、そう、そうめん茹でるしかないか、やったすね、よかったよ、うん、料理企画、え楽しいよね、えなんかちょいちょい流れてくるよ TikTok で、あの料理した時のやつイコラバイでガチおもろいよね、やばい、なんか想像と違うことが起こることが多くて、いつもなんでって思うんだよね。なんかその見ながら作るのだと大丈夫なんですけど、当たり前にね、ただなんか見ちゃいけないってなったら本当に分かんなくて、頭の中ではもうこうなるだろうって生きてるから、なんない時にもう戸惑うよね、えなんでこうならないのみたいな。そうあのこの間のさ餃子のやつさ、あれ想像と違いすぎてさ、なんかびっくりしちゃったよ、どうしてくっつくんじゃないのってなった、皮ってさ水とかでさつけたらさ、レシピ見ればできるそうなんですけどね、そう餃子やばい、あれなんでかいのってなった、未だに謎なんですよね、どうしてああなったのかって。みなちゃんありがとう、コメントしてくれて、シュークリーム、餃子のピザ本当にねあれできなかったな、ちょっとわかんない、なんでかなあれは、どうしてちょっと想像と違うよ、今日特にか、嘘、今日なんかさ適当すぎてさ、マジなんか黄色の下地とかあんま使わないんだけど、黄色の下地とか使っちゃってさ、なんか大丈夫、めっちゃ髪の毛、嘘、髪抜けたよねリサ、抜けました、アルバイトしてました、すごい、私アルバイトもしてみたいよ、やってみたい、涙くんに塗ってるよ今日は、チャコットのあの明るいなんだっけ、あのコンシーラー、ペンシルのコンシーラーに、このピンクはなんかあのケイトの単色のあれ何番だ
ピンクのやつを塗った。今日はいろんなバイトしてみたいよ。もうなんかなんだろう、クレープ屋さんとかご飯屋さんとか。あ、そうかも、ピンクのやつ、それ今日はそれの涙袋にしました。うん、食べ物系働いてそう。マジ食べ物系で働いてみたい。いらっしゃいませみたいな感じ逆に絶対やらないバイト。え、なんだろうね、ちょっと疲れる系無理かも。なんか重かったりやばい。ドアップ好き。あ、リサのヤッホー。え、リサ小さい子に好かれるよ。私がいつも笑ったりすると笑ってくれるの、かわいいのね。だからこうって言ったらかわいい。あ、ベビータップやりたい。ガソスタね、なんだっけ、ガソリンスタンドってなんて言うんだっけ。いらっしゃいます、いらっしゃいますじゃないか、あれどうぞとか、あれやばいやばい、世間知らずかもしれない。最初なんだっけね。あ、オーライとか。確かにオーライやばい、オーライ言えないかも。一日店長とか。え、でも一回マジでやってみたいんだよね。絶対できない、うん、確かに確かに。ほとんどセルフか、あんまりその私たちがじゃないその店員さんがお手伝いは困った時ぐらいかな。うん、クレープ焼けるようになりたい、リサも。あ、そう、ケーキ屋さんもいいよね。ケーキ屋さんいいな、楽しそう。もう楽しそうとかしか言わない。お花屋さんもいいな。ママもハートありがとう。あ、パン屋さんだよ、リサ。やってみたいの、そういえばパン屋さんやってみたい。焼肉屋さんもいいね。アイスクリーム屋さんもいいよね、こうやって。そっか、パン屋さん朝早いのか。え、でもなんか作ってみたくない、なんかクロワッサンとかさ、あのロールをさ、こうなんかやるじゃないですか。楽しそう。ね、いいね。あ、歌うやつ、ホールドストーン、懐かしいな。なんか歌っていいですかみたいな言うんだっけ。歌う、大丈夫、歌っていいですかみたいな。カラオケの店員さんもあんまりレジとかあんまないよね。え、歌ったり、え、そうなの、え、そんな感じ。あ、そうなんや。答えたらちょっと気まずい、あーってなります気まずいよねって。あ、スーパーも楽しい。なんかで、あのレジピンね、アイス楽しそう。あの、こうすくう。タロテンハートありがとうね。最近そうセルフ多いよね。なんか意外と自分で何でもやるよね。あれかな、コロナ禍でそうなったかな、もしかしたら。意外と何でもね、ねえ、レジもね、
なんかセルフだったりしちゃって。あ、マックの店員さんいいよね、楽しそう。メイドカフェね、メイドさん、タピオカ屋さんもやってみたい。ヤッホー。え、から揚げくんもセルフに なったの、びっくりじゃんそれ、マジか。うん、え、18枚目よろしくね、ありがとう。スマイル、スマイルいいよスマイル、ローソンセルフいいのか、確かにセブンイレブンさんとかは思わないよね。カフェにいそう、リサ、スタバの店員さんにいそう。あ、ガストね、確かに料理屋さんっていうかご飯屋さんも多いね最近セルフ。ミニストップとか、え、確かに、だってさアイスとかもあるしさ、いっぱいあるもんね、確かにね。セルフレジ楽しい。ウーバーイーツやるの、え、ウーバーイーツおもろい。でもウーバーイーツさんすごいよね、本当に本当にすごくない？リサ来たら笑っちゃうよみんな。あ、リサ自転車乗れるよ。そう、あ、でもそう、リサ YouTube 普段だからさ、なんか徒歩1分とかさ、もうあとほんとちょっとのところでもほんとに分かんなくなるのね、いつも。だからやばいかもしれない本当に。なんかさ時間までにさ着かないといけないじゃん、だから無理かもしれない。やっぱそうだよ、リサ自転車乗れるよ。乗れないって思われるよくY さんありがとう。そう、リサ乗れないそうって言われる。乗れます、迷ったら取りに行く。え、めっちゃ助かるそれは、嬉しい。自転車ずっと前から乗れるよ。うん、いつかな、小学生ぐらいまで、あ、小学生、なんか幼稚園生の時に練習して多分小1とか2とかに乗れたよ。乗れるよ、補助輪はついてないですよ。お姉さん感強い？ん？え、マジでそう、何も通ってない、練習しばらく乗ってない。いや、たまに乗ります。そうだよ、あとなんだっけ、あの一輪車も乗れるけど、ちょっとあの一輪車こそマジでずっと乗ってないから乗れなくなっちゃったかもしれない。今日のエススキュージュ、え、本当？はい、そう、いやーマジこけちゃう、あれめっちゃ怖いよね一輪車って、すごい本当怖い。うん、めっちゃ怖い、マジ危ないよね、怪我したら終わりますよ。なんか本当意外と怖い。おもろい自転車、やめてよみんな想像しないで、笑っちゃうじゃん。笑っちゃうじゃんね。でも本当乗れますよ、リサ、自転車、車の免許取ってみたい。乗ってるの想像できない。あ、でもそれも結構よく言われるよ。乗ってるの想像できないらしい。
全然乗るよ、リサ。立ちこぎしてたら、あ、立ちこぎあんましないかも。だいたい座ってます。うん。ママチャリ？え、ママチャリってどんなんだっけ？え、普通に。普通に。意外と普通。自転車ゆっくり漕いでそう。ああ、意外と速いかも、リサ。ゆっくりな時もある。じゃあ普通のか。うん。そう、普通のやつ。二度見しちゃう？嘘。私は乗れるんです、自転車に。今日も可愛い。ありがとう。ゆめた、こんばんは。一緒だよ、普通。あー、あのキックボードみたいな、キックボードみたいなやつ、ループ。あれ楽しそうね、めっちゃ。あれ楽しそうね、めっちゃ。乗ったことないんだよね。乗ってみたいよ。うん。自転車で1時間かかる距離なら。え、ちょっと1時間は無理かも。私は30分ぐらいの距離ぐらいまで。あんま長いとね、疲れちゃう。すぐ疲れちゃう。いや、なんか本当にね、疲れる。なんか疲れやすいみたい、ここ最近。なんか本当になんかお買い物を外でしてても、あれなんか立ってるだけでも疲れちゃうね。もうなんかすぐ帰りたいってなっちゃう、座りたいってなっちゃって、でもそんなね、急に座っちゃやばいからさ、あれなんだけど、本当になんかモーメントとかに書こうとした、最近疲れでもそしたらちょっと大丈夫かなって思われちゃうかもしれないから、まああれだったんだけど、いや本当に疲れる。なんかもうちょっと歩いただけで、なんか、ああ疲れちゃったっていつも言う。なんかね、ライブとかの時は多分その、あのあれじゃない、アドレナリンとかがいるから大丈夫なんだけど、なんかもう本当にもう立ってるだけでもなんか疲れちゃうよねって。うん、そういう投稿ばっかりコラボリンクにしちゃって、もう大丈夫そうみたいな大丈夫そうみたいな言われちゃうかもしれない、心配されちゃうよ。階段とエスカレーター、エスカレーターでもちょっと運動しなきゃとか、なんだろうな、やばい、止まっちゃった、止まっちゃったよ。大丈夫？充電は大丈夫なんだけど、なんかやばい、え、ねえ大丈夫？戻ってきた？暗い？やばいよ。治った？なんとか大丈夫？治った、復活？マジお願い。やめて。治った？大無事？いや、
充電は差しながらやってるから大丈夫だと思うんだけど。治った iPhone、 そうそう、10大丈夫そう？本当に？お願い。で、そうで、生誕の、ごめん、私がやりたかった理由は、その生誕のやつを見せたかったからやったんですよ。だからそれを言ってないで切れられたら本当困っちゃうので。そうなんだよ。ちょっとさ、最初だったからさ、早かったかなと思ったんだけど。そうで、めっちゃ可愛くて、もう本当にもう、そう、本当にもうね、生誕のメッセージとかもいただいたんですけれども、もう本当に可愛くて、もう宝物一生のって思って、どの生誕の時もそうなんだけど、なんか本当に生誕、なんかもう何度も本当あれなんですけど、なんかもう生誕とかってマジで、そのなんていうの、このアイドルとかになってなかったりとかしてたら絶対にその祝ってもらうこととかないじゃないですか、なかなか。だからなんか本当にもうそう、どのも大切なんですけど、もう本当に今回もすごいいっぱい書いてくださったりして、でその自分の名前が書いてあるところに、その生誕の方が作ってくださったアルバムみたいな感じのやつがあって、すごいもう。今日とかみんなに会ったんだけど、めっちゃ可愛いみたいな、みんなからそう言ってもらえて、でも本当に可愛くて、ちょっと見せましょうか、待ってね、本当に可愛い、やばい、マジ毎年写真に撮って家族とかに送るんだけど、本当に可愛いって家族からも言ってもらって、でも本当に可愛いの、やばいよね、本当にもう大切にずっとするよ。しかも私がこの絶対アイドルの衣装がすごい大好きなんですけど、その絶対アイドルの衣装のにしてくださってて、見せるよ、本当に可愛い。てか、大丈夫だよね、電波怖いよ。ね、本当にめっちゃ可愛いんです。これが後ろで、本当に可愛い。大好きなリボンもいっぱい。本当に可愛い。見て。めっちゃ可愛い。てか、どうやって、すごい、めっちゃ私の衣装可愛い。しかもここにリサってやってくださって、よし、みんな、絶対アイドルの衣装すぎる、やばくない？でも感動しちゃう、なんかアイドルになってよかった改めてって急に
なんかそう、だって生誕とかがあるたびに毎回思うんですよ。なんかアイドルになってよかったってめっちゃそう常に思うんだけど、でもなんかそのやっぱりお誕生日とかさ、なんかそういうなんか感じで、なんか絶対にアイドルとかじゃなかったらこんなにもお祝いされることって絶対にないから、なんか本当にもうなんかこんなになんか愛してもらえてもう幸せですっていう気持ち。絶対アイドルの衣装すぎる、本当に可愛い、うん、めっちゃ思うもんアイドルになって。そう、普段経験できることじゃないよね、こんなにお祝いとかも。そう、嬉しかった。なんか本当に結構衣装でさ作ってくださる方多くて、その他のメンバーとかも結構衣装とか、なんかソロ曲の衣装とか結構あったりとか、メンカラの衣装とかで作ってくださってたりとかするんだけど、私本当にこの絶対アイドルの自分の衣装がめっちゃ大好きで、そう、この色味とかこのリボンとか本当に絶対アイドルの衣装すごい。え、どうやってこんなあるの？どうやすごいな、どうやって見つけてるのって思うよね。ねえ、かわいい、絶対アイドルかわいい、かわいい。絶対アイドルの衣装まださ、一応絶対アイドルの期間だからまだ衣装着れると思うから本当に嬉しい、ありがとう。まだあれなのかな、オンライン絶対アイドルやってる？全然絶対アイドル本当に嫌だって嬉しい。そうだからこれをね見せたくてやったんです。かわいい、やってる？11月？あと2回？やってるよ、だって嬉しい。そう、18枚目がまだあれだけど、そう絶対撮る期間まだお話できるの嬉しい。そうだから本当にこれを見せたくてできました、ありがとう。にゃなみも話そう、また小さきもありがとうね。絶対アイドルまた絶対アイドル楽しもうね。絶対アイドルでしょ、本当に可愛いね、わかる、たくさん話そうね。絶対アイドル、アイドル11月のライン行くよ、だってゆりぴょん、ありがとう。絶対アイドル。お話しかありがとうね、しーか。まなみもありがとう。またお話ししに来てね、たかも。そう。嬉しい。だから、大切に。なんか一生思い出すだろうなってすごい思う、ふと。こうやって、なんかお祝いをしていただいたりとかして。うん、通所もあるからね、通所とスペアも楽しみだって、よろしくね。感謝祭ね、ちょっと楽しみにしてて、うん、本当にだって何歳になっても思い出すよね、絶対。うん、話したいけど話しすぎたのやつ、いっぱい話そうよ。つあんこちゃんの方のことなのか、アイドルになってよかったって嬉しい、本当に。でも本当に思うよ、こうやって。だからお互いそうやって思えてたらいいよね、アイドルになってよかったって本人も思ってるのが一番だし、その応援しててよかったって思ってもらえるその関係が一番いいと思います。
笑顔で、そう、みんなも笑顔でいてね。そう、緊張する。え、本当にマジで幸せな関係だと思う。いや、思い出した時にやばいよな。なんかめっちゃそんなことまで考えちゃった。なんかさ、今はまだこうやって活動してて、こうやってお祝いもしていただいたりとかして、だけどさ、これがさ、なんかもう何年も経ってさ、なんか振り返るっていうかさ、自分の中でのこう人生の中でなんかふとこういう、あ、こういう時もあったよなみたいな、 なるわけじゃん。やばいよね。なんかめっちゃやばい。みゆちゃんありがとう。ねねみもやばいよな。なんか考えちゃったよマジ、いろいろ。なんか本当にやばいよね。なんかどういう感じなんだろうね。本当に考えちゃったよ。考えちゃった時になんか悲しくなりました。なんかアイドルだから早いでしょ。いや、わかんないよ。なんかさ、こうやって活動してるとそこ、こうやってお祝いしていただいたりとかしてさ、わーってなるんだけど、普通にさ、なんかそのアイドルとかじゃなくなってさ、なったらさ、そんなことないのかなみたいななっちゃってさ、なんか寂しくなっちゃうよね。ニキヤッホーヤッホー、うん、なんか恥ずかしい。そうね、やばいよね。はあ、お祝いこんなにしてもらえてて幸せだったなみたいななるのかな。超悲しい。うん、突然のアイドルじゃなくなったらの話。なんか今はさ、めっちゃさ、あの今までずっともうめっちゃ何年もたくさんお祝いをしていただいてさ、なんか怖いよね突然の。絶対アイドル。やばいね、やばいよね、突然のすぎる。うん、輝いてる君をみたいに。いや、そうなんですけどね。君はありがとうね。なんかさ、やばいよね。なんかさ、なんかそんなこと考えたらなんかさ、なんかってなっちゃったよ突然。うん、なんかね、嬉しかったです。本当に毎年思ってる、お誕生日とか特に一番お誕生日とかがこうみんなからの愛をすごくめっちゃ感じれる、一番すごく深く感じられるんですよね。常に感じるんだけど、なんかこうギュッてきます。絶対アイドルやめないでずっと輝いて君を見たい、もうずっとずっとずっとステージにいてですよ。本当にって思いますよね。泣いた。あら、ポップが爆抜いたの。やばいよね。私はもうラッサビがやばいから。そう、泣ける。だって君は君の努力、私の愛、成り立つこの関係は。いや、本当にそうだよね。私、マジでさ、私たちその成り立ってる。自分で言うのは気まずかったね。
ね、ね、成り立ってるよ、成り立ってるこの関係、強い。でも脆いのは悲しいね。強くてはいいんだけど、脆いはつらい。だって君はアイドルよ、ずっと初めて目が合った日から、今日も明日も君ばかりだ、絶対アイドルやめないで、ずっと。ここ悲しい。これは報われないおとぎ。悲しいな。脆いのな、脆いの嫌ですよね。強くて強いがいいですよね。これが絶対ドルだから、絶対ドル。あとどこがあれかな、も全体的にもう悲しいね。やっぱり悲しいかも、この歌。アップテンポだけど、ありがとう小さき、脆い。でも明るく脆いの歌ってるよ。でも言うよね、なんかそう、脆くて儚いからこそいいみたいな、それがみたいな感じ、うん、ねえ、明るい曲だから。そう、あ、2番ね、やばいよね、2番はやばいです、うん、うん、ね、その夢がアイドルじゃなくても覚悟はしていませんよねってなっちゃう自分だったらちょっと。まあ確かに、君の夢は何ですか、教えてほしい、それを教えてほしい、そこは共感する。まあ確かに教えてほしいけど、けどヒロダルマありがとう、けど覚悟したくないよね。ケーキ屋さんなるよ、ほんと？確かに、でもむずいね、それは。ちょっとどの、まあ、どの夢でもね、あれですけど、なんかしっとりしっとりするよね、ほんと。もしアイドルってしぐやめた、私ちょっと私しないで、ええー、よし、経験後悔、そっか、みんないろいろ経験してるんだね。ね、なんか幸せだった突然のなんか情緒突然の情緒不安定、大丈夫かな、ちょっと、うん、ね、いやー、でもみんな、なんか私あんまりその推しに対してずっと応援してたりとか、ずっともう本当に見てたとかが、まあ、なかったからあれなんだけど、
なんかそういうさ、それこそもうそういうさことを経験された方もいるわけじゃないですか。応援してて新しい夢に送り出したよっていう方もいるじゃないですか。いや本当にさ、私無理かもってなる。いや今私は本当にそう、うん、今は楽しんで生きようかなってやっぱり改めるよね。突然の絶対アイドルやめないでです。楽しむことが、いや本当にありがとう。あーちゃんね、まあ人生はみんなそれぞれあって、うん、楽しんでいきたいですよね今は大事に。ね、やばいよね、絶対アイドルやめないで、やばいよね、なんか、うん、深い、とっても、うん、通称服、あ、ウエさんもちょっと悩み、大事に行こう、つむハートありがとう。やめてよ、そのさっきまでね話して。いやそうだよ、私も後悔なく行きたいし、みんなも後悔なくいてもらえたらそれが一番いいですね。うん、毎日大切に、ありがとう、やり、そうそうだね、お互いにやり、いやそれが本当にいいと思う、一番。どっか今日が感謝、ありがとう。でもまあ幸せでね、いたいよね。みんな。みんな幸せでよ。深い、深い話になりました。でも幸せは、いやもうそれぞれよ、それぞれなんですよ、幸せの形は本当にそれぞれなので、それぞれこれがやってる時が幸せとかあるじゃないですか。それだから一つが、一つのことが幸せっていうことじゃなくて、他にもいっぱい幸せなことはあると思うから、それはみんなも、私も今はアイドルでこうやってお祝いしてくださったりとかしてもらえてることがすごい幸せって思うけど、この先みんなもいろんな幸せを感じてもらいたいなって思います。むずいでしょこれ。そういろんな、そういろんな形の幸せ、いや元気で、本当にそう元気でいて、そうセーターならめっちゃ可愛くて好き。幸せでいいよ。うん。いろんな幸せがいっぱいだから。そうイコールな感じがいい。ね。でもまあ今は。中身見たよ、幸せに生きよう。深い話です。どうやって幸せだよ、だってありがとう。うん、私もじゃないよ、みんなも元気で幸せで毎日いてもらえたら嬉しいよね。いや本当にね、なんか定期的にこういう話しちゃうんだけど、なんか改まるよね、なんか本当に
え、でもさ、いやマジで思い出すと思う。だってこれ絶対アイドルやめないでの衣装っていうことにもまたなんか感じるんですよね、なんか本当に。え、絶対思い出すじゃん。だってこれ絶対アイドルやめないでの曲じゃんってなってさ、あ待ってみたいな。でやばいね、改まりました、本当に改まっちゃった今。まあね、そんな、ねえすごいよね、完成度めっちゃ高い、ちなやばい、これ改まっちゃダメだね。いやでもそうやって、あ待って、これこんなこともあったな、絶対誰だ、え待って絶対誰の衣装じゃんってなるのは相当経たないと多分そうはならないじゃないですか。そんなすぐにはさ思わないと思うから、絶対そんな風な感じには、うん、やばいよね、かわいい、切れる。待っておもろいね、切れるかもね、ちょっとマジこうやってやったら。待って、着てるみたいじゃない、ちょっとどう。すごい、これで結んだらもうあれじゃん、なるんじゃない、絶対出るね、着てるみたいでしょ、こう今下ろしてるからだけど、こうやってやったらほら着てるじゃん、絶対出る、すごい、これどこで売ってたの、本当にすごいよマジ、よくこんな、みんなからもね可愛いって言われましたよ、めっちゃメンバーからも、すごい大切に、今までのね生誕のも全部大切に並べてるから、仲間に入れます、ずっと大切にいつでも見返します、うん、ねえ重いですね、ありがとう本当に、やっほーありがとう、たくさん見せてよかった、絶対に見せようと思ってたからね。いやガチで一生の宝物だよね、本当にそういうもうお祝いしてもらったこと、うんね、本当に私のためにたくさん頑張ってさ作ってくださったりとか、いっぱいね、本当にありがとうございました、とっても毎年たくさんお祝いしていただいて、アイドルであるすごく幸せを噛みしめています、うん、そんなリサが好き？本当にありがとう、嬉しい、ありがとう、こちらこそ本当に良かった、伝えられて、ありがとう、いっぱいお祝いもねしてくださって、素敵、久しく買ったん、ジュキありがとう、ケーキだから一緒
幸せにいきましょうね、みんなも。ありがとう、こちらこそ。うん、夏休み中なの？いつもありがとう、こちらこそ。本当に私と改めて出会ってくれてありがとうございます急にね、本当ごめん、なんかね急にごめんね、こんな情緒不安定みたいなやつでごめんなさい。情緒不安定な感じで失礼いたします。いや本当に、はい、鉄ハートありがとう。うん、惜しいしか勝たん、ありがとうね。うん、過去最上級。本当にだからとてもおかしすぎる、やばいね、だからとてもやばいよ、うん、そのだからとてもえぐいよね、心が来る、心に来る。ゆうきハートありがとう、ありがとう本当に。だから私もやっぱり、やっぱりじゃないよ、私もたくさん「エソルトもありがとう」惜しい方、心にねやばいよね、だからちょっとやばいです、だからとて、来月やばい、キイちゃんありがとう、腰痛だからとってえぐい、やばいから、だからとってと絶対アイドルやばいから、マジレンちゃんで聞いたらもうやば、おかしくなる、情緒不安定すぎる、やばいですねそれは。かなたくまありがとう、くまさんやばいよ、やばい、だからとっての今 BGM 流すの、やばいじゃん、やばいじゃん、それはそれはダメだよね、うん、あやさんはねテンション上げ上げだから、アゲアゲソング、いつも思ってる、ありがとう本当に、うん、おっせかもやばい、おっせかもやばいよ、だからまあね本当に私もいっぱいたくさん楽しいことをして、歌詞は逆に聞けないの？わかるよ、深いくてさ、なんか共感も素敵でなんかしちゃう曲とかもあったりするからね、本当にアイドルより先に会えてよかったありがとう、確かに私もアイドルである私をこうやって見つけてくれて、こうやってね配信とかもね見てくれてね、おっせかい、周年から絶対で聞くとやばいよ、今日がね本当に、本当にね、全部いいよね、決めれないよ私も、うん、幸せでしかない、本当ありがとう、幸せ、いやアリサも幸せって思ってもらえてたら私は本当にもう十分なんですよね。
デビュー曲いくらでメイシュークリームありがとう、とも今日もハートありがとう、おさんハートありがとう、世界で一番好き、私の幸せ願ってる、ライブで聞くイコールライブ泣いちゃう、なんかイントロとかもねやばいよね、なんかチャララチャララン、チャララン、チャララン、My ideal 君こそこれだ、ずっと健康で幸せでいてね、だってみんなもね遠回りしてもね、だってが推し、え、やばいよね、星の幸せを願ったってさ、最初さ、え、惜しいってなった、みーちゃんハートありがとう、アイドルの理想ほんと見えちゃう、まったりしてて癒される大丈夫、まったりしすぎてるけど、私ティフやばい、思い出ありすぎる、いやなんかさ、またちょっと語りゾーンみたいになっちゃうんだけど、なんか結構お話し会とかでもなんかこんなになんかずっとこんなに長く応援してなんかし続けられてるのがなんか初めてみたいな、リサのこと初めてとか、なんかその女の子のアイドルを好きになったのが初めてとかって結構対面の話し会とかオンラインとかでもなんだけどこう伝えてくださるんですけど、なんかすごいなんか毎回そのたんびにすごいすごいなって思うんですよね、めっちゃ。まずそんなに長くこう好きで居続けられるってこととかもすごいじゃん、かすごいことだし、しかもそのなんていうの、本当にさなんか同性の子から好きって言ってもらえるのって本当すごいなって思って、いやなんかイコラもよくさそのメイクさんとかともさ話すんだけど、なんか本当にイコラブちゃんって女の子のファンの方多いよねみたいな話になって、いや本当にそうなんですけどって言って、なんかその結構そのメイクさんとかはAKB さんとかもあの行かれてる方だから、そのファンの方のさ層とかさその男性女性の比率とかさ、そういうのとかも結構見てたりとかしてるんだけど、もう圧倒的に女の子のファンの方イコロちゃん多いよねみたいな、だってうん確かに私も本当にあのなんかなんていうの、その男性のアイドルさんを知ってる方が多いのってやっぱ女性のファンの方が多いかなとかで、逆に女性のアイドルさんを知ってる方は男性のファンの方が多いかなとか、なんかそういうのがこうっていたからさ、だから本当にこんなに同性の方に好きって言ってもらえるのとかが本当に最初は不思議だったんだけど、そうそうね、だけど本当に全部がめっちゃいろいろ変わったなって思うけど、すごくだけどなんか
その中でやっぱりなんかやっぱ衣装とか歌詞とかでこう女性のファンの方が共感していただける歌詞とかがあったりとか、衣装とかもめっちゃこう可愛い、結構まあ男性が好きそうな衣装とかもあるけど、なんかこう女性の方が好きそうな可愛い、もうめっちゃ可愛いみたいな、でもしかもなんかトレンドとかもちょっと入ってるみたいな、なんかそういう衣装とかが可愛いっていうのも大きいのかなと思うんだけど、本当にねすごいなってめっちゃ毎回思ってる。そう、私そうやってずっと好きでいてくれてるの本当にすごい、すごいね。髪型とかね、そうめっちゃ髪型とかね真似してくださったりして、いつもタイムあのお話し会の時とか、そう本当に髪型を揃いにしてくれたり、うんね、衣装本当にいいよね、わかる、全部可愛い。そうね、いや本当にそうだよ、もうみんないいファンの方多くて、男性も女性もみんな、うん、そう嬉しい、いっぱい、うん、歌詞も私、衣装も私、みんなの顔のタイプは私が違うか、色の、あーね、確かに確かにね、可愛いって言ってもさ、なんかいっぱいいろんな可愛いがあるもんね、それぞれ曲は多い、ありそう絶対、だってさ刺さるじゃんね、なんかおっせかとかもさ、だからとてもさ、そのセクス絶対どれとかもさ、ほんまにほんまに大好きね、やばいよね本当に、ありがとう、うん、すごいまゆちゃんありがとう。それこそまあどっちもね、あの好きでいてくださる方も結構多いけど、男性のアイドルさんと女性の私たちを応援してくださる方も、だからさやっぱりさ、そう本当にだからとてとかもさ、絶対アイドルとかもさ、もう全部のファンの方に刺さる曲だから、やっぱ曲からこうやって好きになってくださる方とかも本当にいっぱいたくさんいらっしゃるんだろうなって、ほんまに流行ってるよ、ほんとね、それ、ほんまにめっちゃ流行ってる、うん、衣装風ねえ、わかる、あのプリキュアのみたいな衣装、様子かわいい、女の子アイドルの人です、初めて役、ありがとう、リサの、よろしくね ね、ほんまにめっちゃ流行ってる、やばい、流行りまくり、ほんとよく見るよ、 X とかでもみんな言ってるよね、こんばんは、ありがとう、蚊に刺された、え大丈夫そう、それは蚊まだいるの、まだいるか、絶対と一緒、ほんまに、え、かわいい、かわいい、ねえ、いやなんかほんと全部かわいいです、いやーね、大切に生きたいですね毎日、うん、ヤッホーありがとう、優しかった、嬉しい、いっぱい、突然の語りでしたおもろい、突然の語りやばいよ、ごまさんありがとう、来てくれて、タウくん何これ、コウモリ、コウモリありがとうね、突然だよ本当に、え、すごいいっぱい食べたじゃん、いいね、違うよ、今日はもうこのアルバムからそういう深い話になっちゃったよね、
だってもう感じたもん、ほんとこうアイドルじゃなかったらこんなにお祝いしてもらえないじゃんとか思っちゃったもんね、ほんとにってなっちゃったんですよ。とってもだからなんかその考えたよね、めっちゃいろいろ語りパートからやばい、ありがとう語りパートから来てくれてねえ、ありがとう、みゆちゃん楽しみだね、語りさ好き、じわじわ来る来る。いや今回のそうテーマこの絶対アイドルだからやばい、いや本当になんか思っちゃったよ。だからもう絶対アイドルじゃなかったらこんなにたくさんの方にお祝いしてもらえないのかもとか思っちゃって、なんか深くなっちゃって、でいろいろ考えました。楽しみ、うん。でもだから私もこのアイドルでいる時間を大切に後悔をなく、やりたいと思う、改めて感じました。はい、そうねえ、ねえ寂しい、なんか寂しいね。でももう楽しんでいきましょうね、みんな片言すぎる。そうだよ、ずっとね寂しいそんなの言ってないしね、何も私そんな終わりがあるとか決まってるわけじゃないので、終わりがある人みたいなね感じになっちゃってますよね今私は。そう違いますから、気まずいよ本当。すいません、ありがとう、はい、これからもありがとう。気まずチャンネルになっちゃっているので、まだアイドルでいるので大切に私もアイドルを楽しみたいと思います。だからみんなももう何ですか、最後まで応援しててよかったって言ってもらえるように私は活動していきます、これからもね。ほんとやばいよね、気まずいよね、あー気まずい気まずい、何も言ってません私は。ね、最後じゃないから何も言ってません。ああそうわかる、それは寂しい。ラブフォーエバーですか、チャンネル解説ごめん、チャンネル解説しまくっちゃってるね、うん、気まずい、みんな様子おかしくなっちゃったよ、やばい、すごいよね、出会った時はやばい、チャンネルも100個200個ぐらいあるんじゃん、気まずいチャンネルやばい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 、そうだよ、考えないとこうなんも、私もそう今はもう楽しんでこう人生、やっぱ私も楽しんでいきたいと思います。はい、そうそう、私もそう思って生きてるね、次がいつなのかって、自分も自分か分かんないってやばいんだけど、でもなんかその同じステージにとか何回も立てるとかないじゃないですか、それこそその K アリーナに立たせていただいた時も
次は立てるか分かんないとか、そういう風に思って、やっぱりその埼玉スーパーアリーナの時ももうさ、その立てるとか大きいから立てるなんてって、だけど来年また立てるって思わなかったんですよ。だからすごいね、埼玉スーパーアリーナとかもそんな大きいところで周年をさせていただいたところが、今度はさ初日になるっていうのがやばい本当に。だからもうそれも考えてなかったし、だからもう本当にそのステージ一個一個のまたね立てるか分かんないって思って立つから、常に。だからツアーもちょっとまだ来年だけど、ね、楽しみにみんなでまた全然リハとかしてないんだけど、みんなに楽しんでもらえたらいいなって思いました。そうだから大切に行きます。リサもみんなも大切に過ごしていこうね。うん、今を楽しもう。うん、そうまだ来年だからね、ちょっとあれなんですけど、何か食べな、今お腹空いたの、それは食べた方がいいよ、食べなとかね、もういっぱい言っちゃうから。本当に名古屋と福岡行きます、嬉しい、ありがとう。マジ福岡行ったら美味しいのいっぱい食べな、もう本当に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 。ゴンちゃん新作、気になる、リンゴ爆食していいよ、お腹空いたから食べてく、食べてきな、てーてーよかった、ありがとう。れなちゃんプチシューいいね、言ってたね、いいな、久しぶりじゃない、なんか久しぶりじゃない私がね、私が久々ですけど、たくさん食べなチャンネルやばい、開いちゃうよ。福岡と福岡好きなんて、嬉しい、みんなで丸くなろうプロジェクトだから、うん、スタバ飲んでない、メラメラ飲んでない、ベビーカステラ好き、今からアイス食べるか迷ってる、ちょっとだけ食べる、食べなチャンネルだよ、なんか元気じゃないとね、やっぱ元気、食べると元気になったりするよねとか、なんだっけ、なんか食べれるのは大事だよね急に誰アイスちょっとだけ食べるチャンネルいいね、ちょっとだけ食べるチャンネルいいよ、昨日お風呂上がりに、いいね、お風呂上がり、ゆりゆちゃんハートありがとう、謎の総括しちゃったよ。いや本当にさ、あのまた幸せの話なんだけど、食べるとかもさ幸せとか感じたいよね、やっぱ。うん、一番好きな食べ物、お寿司、あ、唐揚げ、やっぱずっと言ってる、唐揚げ好き、食べ物大好き、チャンネル、いやだってさ私いつも思うもん、風邪とかひいたりとかさ、なんか食べる気ないなみたいななった時とかに、なんか思うもん、なんか食べれる幸せを感じてって感じ。今日元気なかった、元気出して、唐揚げリサ大好きです、なんかジャンキーなもの好き、めっちゃドカ食いして幸せ、いいね、いや思うよ、風邪ひいた時いつも思う、元気って本当に素晴らしいめっちゃ思う、絶賛、やばい流行ってるからね、めっちゃ今、私茶色いもの好きだよ、めっちゃ、そうマヨネーズ大好き、本当に。名古屋くん、ありがとう、ソルト最近、マジ、私もなんかあるのかな、アレルギーとか気づいてないだけで。コーラ飲んでいいですか、飲みな、コーラ美味しいよね、コーラ好き、
ラーメンも好き好き、でもうどんの方が好き。あんかけちゃん食べた、いいね。血を取れなかったな、したいんだけど。ああね、わかる、取られるもんね、嫌だ、痛い。皮ついてるけどめっちゃパリ。美味しそう。麺すれないよ、お腹すいてきた、みんな。あとでちゃんと、いいね。福岡ね、よろしくね、来年。じゃがりこ食べていいよ、食べな、じゃがりこ美味しいよ、うん。うどん好き、さラーメン買いとく、そうなん、福岡楽しもうね、絶対。キットカット食べていいよ、パリパリのね、パリパリの唐揚げ絶対美味しい。一番好きなお菓子、ずっとじゃがりこ、最近も食べ物許可するよ、食べ物大事だよね、やっぱ。シャインマスカット食べてた、いいね。フルーツ、ポテトはカリハリはしないしない、真ん中あたりなんか真ん中が好き。友達は福岡がして、いいね。コアラのマーチ食べたい、食べな。明日スーパームーンなの、やば、月見なきゃ。ジェリコーネサラダ味、そうだよ、許可出したら何でも、何でもいい感じになる。そうだよ、元気、なんか元気になるよね、そういう食べ物たちもね、食べたらね。ハンバーグマジ作ったの自分で、すごいよ。じゃがりこのさね、まだ出会ってないんだよね。マクドのポテト食べ、やばい、マックのポテト食べたくなっちゃう。3時間大きなお腹すくの、すごいよ。でもいいことだよ、お腹がすく、なんでポジティブめっちゃポジティブ。相談ぜひ今待ってるよ。お腹がすくっていいことだと思うよ。あるよ、お腹すいたけど、めっちゃわかる、あります。三角チョコパイね、私も早く食べたいですよ、本当に。うん、週1ぐらいで無性に、わかる、鬼ポジティブでしょ、何でもポジティブになっちゃうからね。いや生きてる食、いや本当にそうだと思う、いや本当に本当にね、本当にそう、何でもポジティブだからね。いやだってさ、お腹がすくのいいことだよ。今からアイス食べてコーラも飲んで、飲んでいいよ、うんうん。でさ、もぐもぐする、ポテチ一口途中で食べる、なんか最初にもう決めるの、ポテトチップス食べるときは今日これ半分食べて明日の朝食べようみたいな感じ、何でもいいから食べたい、食べよう、そういう時は4枚で、あ、それはあんまやめれない。お皿に継ぐ、お皿に継いだらいける。でもなんかリサが、リサマジでお菓子めっちゃやめれないかった時あったの、本当にやばいくらいに、深夜とかに急に、でてか深夜とかっていうか、まあ別にいつでもなんだけど、なんか
リサの場合はなんか本当に視界に入ると食べちゃうみたいな。なんか視界に入るとなんか食べたいと思っちゃうんだよ。でそのだいたい家でお菓子とかもまあストックとか、そう視覚からなんですよ。でだからリサ座ってってソファーとかに座っててテーブルにお菓子があったりとかすると食べたくなっちゃうのね、あるから。そうだからなんかリサはもう視界になくしたわけ、お菓子をなんか袋に入れてもう縛ってまギュッてそんな強くないよ、縛ってなんかとりあえずの視界にないとこに。そうでもそうしたらなんかそのなんていうのなんか食べたいなみたいなのがなんか食べたいなってなってその前にあるお菓子とかを食べなくなるっていうさ。いや前はでも耐えれなかったの、リサ家にあるからさどっちにしてもって思ってたんだけど、なんか視界に入ると食べたくなるみたいと思って、なんか視界からなくそうってなってなくしてみたいな感じ。そう成長しました。うん。そうでもあるからそうそれはある。うん。そう我慢できるようになった私。でもできない時もあります正直。なんか無理な時もある。まあそういう時はもうね食べる。ミイロハートありがとう。うん。偉い。常に一番我慢できない。ああ。そうたまにはね甘やかすと、うんたまにはそうじゃないとなんかもうなんか急にだからその溜まっちゃうよね食べたいものがってなって、うんあれもこれもみたいななる。冷蔵庫そうからはね結構むずいけど歯磨き作戦はやる。うんやるかも。でもとりあえずマジお菓子はその自分の視界には入れませんっていう感じ。うんたくさん食べるよ。あなんかね作ってるわけじゃないけどなんかそのなんか今日はいっぱいもう食べようみたいな、なんか途中からそう気持ちになって食べるっていう時はある。ちなみに今食べたいものなんか今ね食べたいのないの、今食べたいのないけど、まあそうな C って言ったらやっぱ唐揚げうん、そんな感じかな。そう食べることは大丈夫ですね。夕飯はそうで今日はなんか今日はねスタバを飲んだんですけど夕方ぐらいで、なんかその時もなんか別にお腹空いてなかったわけよだったんだけど、なんか今になってお腹空いてきたりさも久々かも。なんか今それが
4時5時5時6時ぐらいだったかなに飲み終わって、お腹いっぱいだったんだよ、めっちゃマジでなんかいいかもみたいなだったんだけど、なんか今になってお腹空いてきちゃうよね。唐揚げ部か開設したい、開設したいかも。唐揚げ部が入りたい、リサも。そう、お腹空いてきちゃった。ウーロン茶でも飲もうかな。 ウーロン茶飲もうかな。今食べながら配信聞いてるの？くまくま、お腹空いてくる？みんな。あ、そうなの？ウーロン茶やめた方がいいの？マジか。みーろーちゃんありがとう。あー、炭酸水ね。ない、私炭酸水なんか無のさあるじゃん、なんかグレープフルーツ風味みたいな、あれにハマってさ買ってたんやけどさ、ない、ないないない。だからウーロン茶しか、ウーロン茶か水か、あ、水かみたいな。ゆっちありがとう。うん、ノーマル。え、そう、昔はね無理だったの、リサも甘いのしか飲めないよみたいなだったんだけど、半分割れたパピコね。パピコはそうやん、半分割ったね、ある、冷凍庫に。コーラゼロ飲んでる、いいね、いっぱい食べていっぱいね、子供みたいに育ってて、ありがとう。紅茶やっほー、パピコまだ食べてないよ、割っただけだからマジ、ニコニ。やばいよね、どうするマジ。ブラックコーヒー挑戦中してるの、私飲めないブラックコーヒー。え、ブラックコーヒーさ、でもさ飲めたらよさそう。何色？あ、なんか紫、芋、芋じゃない ぶどうだと思う。こうちゃん今日も可愛いね、だってよし、ありがとう。えっと、打ちました。炭酸水で1000回近いね。パピコ半分の件めっちゃ気になった。あ、それは おもろいよ。なんかパピコを食べようって思って、割ったの、割って食べようって思ったんだけど、ちょっと硬くてすぐ食べたかったんだけど食べれなかったから、割った2個を冷凍庫に入れて、それがまだあるっていう状況。ハンターグレープ派。そうなの、やばいよね、待ってって思うよね。まだ何もしてないの？リサもまだお風呂入ってない？頑張る今から。カシオカ元気？甘くないからご飯の後好き。ブラックコーヒー？ブラックコーヒーさ飲めたらさ、あれにいいんでしょ、なんだっけ、食欲抑制みたいな言うよね、お腹がいっぱいですみたいな、なるみたいな、本当かなってなるよね。本当かとか言っちゃったよ、本当なのか。え、でもなんか本当っぽい感じもある、あるの量マジ。だってなんか匂いだけでも結構、ああもうなんかお腹いっぱいになりそうみたいな、これ飲んだらなんかもういいってなりそうやなって感じするよ。
脂肪燃焼効果あります。え、マジ？リサ燃焼あんまちゃんとできてないから飲んだ方がいいのかも。本当かな？と疑っちゃうよ。え、マジ？胃に来る感じ？嫌かも。胃には来られたら困る。ブラックコーヒー。でもいいよね、ブラックコーヒーってね、そうやって抑制できて。カフェインは食欲抑制効果。あ、じゃあそっか、カフェイン普通に、じゃあ普通にあれでもってこと？カフェラテとかでも？緑茶でもいいの？あ、え、そうなんだ。いいんや、緑茶も。ね。そうなんだ。じゃあ、あんこちゃんは飲めるように頑張ってんのか、今。そうなんや。こんばんは。ね、すごい飲めるようになれない。慣れたらいいよね、多分。いいよ、いいなって思う。やばい、足がしびれてきた案件やばーい。甘々でいい、甘々でいいですか。やばい、定期的に来るこの足がしびれてくる案件。ちょっともうちょっとお風呂入ろうかな。やばい、お風呂入らないと頑張れない。頑張ろうみんな。お風呂ね、頑張ろう。叩いてみて。最悪だよ、足しびれちゃう。ほんとそう。お風呂頑張って、ありがとう。頑張る、みんなも頑張ってね。最近さ、モーメントとかあげれてないからさ、明日とかあげようかな。お風呂で TikTok しろね、やめて。ほんとにやばいんだから、えぐいって。でもね、あのね、私今容量がやばいから、なんか TikTok の下書きを見てたら、なんか空き容量がありませんみたいな、で削除するかなんか投稿してくださいみたいな案内が来るんですよ、マジで。そう、それでなんかやばいと思って焦ってる今。ちょっと明日なんかあげようかな。え、てか下書きえぐかったわ、普通に10個どころじゃない、やばい、マジ。あげた方がいいかな。とりあえず、え、ありがとうね、みずきちゃん見てくれてるの。え、とりあえず明日とかあげるかな、何か。明日なんかあげるか。待っててん、やばいよ、もう容量やばいから。マジで気をつけないと。マジよ、ほんと押しちゃうんだよね、投稿押しちゃう。押しちゃったら大変なことになっちゃうから、容量やばいからね。ちょっとほんとにマジで容量しっかりって感じだから、とりあえず明日はモーメントあげたりして、で、TikTok 本当に好き、本当に、明日なんかあげてって感じかな。やばいよね、容量足りないって言われてるから、ちょっとどうにかしたいと思います。そんな感じですかね。
ありがとう、みんな。みんなもゆっくり休んで、ね、お風呂頑張ろう、マジで。あー、お風呂。あー、お風呂。いや、大丈夫。すぐ行動しよう。すぐ行動したら大丈夫だと思うよ。絶対。ね。みんな。頑張ろう。私も頑張る。うん。終わったらすぐ、うん。そうする。あと、やばい。寝なきゃね。え、マジ、免疫力を高めないとね。やばいらしいから、今。いろいろ。流行ってる。やだ。え、本当にやばいの、リサは。マジ、肺弱いから。絶対なったら終わると思ってるから。絶対にみんな元気でいようね。大丈夫？ママちゃんお大事にね、本当に気をつけてね。でもまあしょうがないよね、家族がなっちゃったらさ、どうしようもないからさ。そう、肺めっちゃ弱いから、本当やばいから。マジ本当にやばい、ガーチやばい。元気でいる、みんなも元気でいてね。みんなもだから本当にやっぱ睡眠ってやっぱ大事だと思うから、寝る前にだから急いでお風呂入るよ。そんな感じで、明日なんかあげるね。明日ちょっといろいろあげよう。だからインスタとか TikTok とか X とかモメントとかいろいろ明日もあげたいと思います。明日はいいかな。いいね。仕事みんなも頑張ってて偉いよ、本当に。うん、お話し会はね、そう、まだ話せる。17枚目、絶対アイドル、まだ話せるから楽しみにしててね。うん、今日も可愛いでした、ありがとう、という感じで。もし、あ、また投稿したら言うね、なんかストーリーとかに。うん、ね、やばいよね、早い時間、あっという間って感じだから。リサお風呂に入るよ、教えるね。初めて待ってるよ、ありがとう。コメントもいつもしてくれてありがとう。見てるよ、ずっと。ゆっくり休んでね、ありがとう、本当に。じゃあランキング読むね。13位たーくん、12位なつ、11位みかこ、10位めあ、9位たか、8位おめんさらふ、7位きむら、6位ぬこ、5位ゆうき、4位とめぞ、3位ソルト、2位なの、1位かなたでした。ありがとうございました、みんな。コメントいつもいっぱいしてくれてありがとう、本当に。また投稿したら言うね。明日も頑張ろうね、みんなもいつも頑張ってるけど、すごい、何頑張れみたいな。いっぱいありがとうございました、みんなに。たくさんいろんなお話が今日もできて、みんなとできてよかったです。でも本当に風邪とか流行ってるから、みんなも気をつけてね。リサお風呂に入る、頑張って。お風呂まだの方は頑張ろうね、一緒に。またね、バイバイ。ありがとう、初めて見てくださった方も。待ってるね、また。また夜とかに結構配信してるから、また遊びに来て。またね、バイバイ、おやすみ。